今日はあれ探しに来た。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は久々に先末にやってまいりました。ですね、私は探してるものがあるんです。なんか前もこんなこと言った気がするんですけど新作をですね、ちゃんと何月何日に売られてるのを見ました。はい、でも売られてます。そのお目当てのものがあったらちょっと来ました。はい、はい、ではね、ちょっと行こうと思います。それでは続けていきましょう。早く行かないと売り切れるかもしれないから行こう。サンキューマートです。来ました。はい、はい、あ、かわいいよね。かわいい。なんでだろうね、うん、これ何これ？これは2点で390円だって。意外に思ってたよりでかかった。インスタで見てたやつ。そう、思ってたよりでかかった。あ、ヒラなんだ。うん、結構大きいね。新作で待った。新作、あー、これね、なんか言ってたね、うん、これ何あれ？あ、本当だ。ボールが欲しいんだよね。いや、これ欲しいよ。ね、この大きいさ、やつ欲しい。あの、うん。大きいの。ビーズクッション。あ、あ、はい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 。これ破けたら大変なことないですもん。よくさ、こういうの切ってさ、スライムに塗ってる人いたやん。あ、懐かしいね。なんか心地そうだよね。なんか、海外のキティちゃんって感じがする。わかる？ちょっと雰囲気が。そっかそっか。あ、落ちきそう。この前見たの。え、何これ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 。フレグランスミスト。あ、本当だ、書いてあった。へえ。待って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 、超欲しいと思う。全部可愛い。全部可愛いけど。すごいパンちゃんね。ハンギャドのタオルもある。本当だ。なんか最近タオルを入れてる感じですか。ね、可愛いね。ねえねえねえ、大丈夫。こっちもいいね。上の丸いやつ、ね、うん、丸いやつでしょ。丸いやついいね。インスタ見まくってるんで。オレンジあった、オレンジオレンジあった、かわいいね。オレンジオレンジって書けんだけど、原宿にいるよ。あ、ほんとだね。あ、髪の毛染めたい。でもやばいな、最近髪の毛染めたすぎて。インナーカラーマジでインナーカラーしたい。何色がいいと思う？私何色が似合うと思う？この黒。いや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 、今できてるってもう。インナーカラー黒にしない？もうさ、どういうこと？反対側を全部いいんじゃない？逆に。いや、もういいんじゃない。うず、見て。おおお、大好きだったよね。カートゥーンネットワークで見たの。お弁当箱はこれあったですね。かわいい。てかさ、ケースめっちゃかわいくない？欲しかった。あ、すごい。ちょっとね、動かしてみて。あ、超キラキラしてる。これいいよね。でも、これ気になる。これめっちゃいい色だね、ほんとね。残念でした。ということで、買いました。お、買ってきましたね。じゃあね、帰って、紹介していきたいと思います。ただいま。ちょっとね、洋服も違うし髪型ちょっと高さも全然違うんですけど、許してください。じゃあね、早速紹介していこうかなと思います。ちょっとね、サンリオ系がめちゃめちゃ多いんですけども、許してください。ここの電気、もう一個の電気つけるの忘れてました、ごめんなさい。はい、じゃあ一つ目はこちら。はい、こちらはですね、コンパクトタイプホッチキスでございますのシナモンくんを買いました。他にもね、キャラクターがたくさんいたんですけど、結構筆箱とかも結構白系が私多いので、ちょっとね、クロミちゃんと迷ったんですけども、シナモンくんにしました。こんな感じです。開けます。たまにね、急遽ね、学校でね、使う時もあるので、やっぱりコンパクトのね、方がね、いいじゃないですか。じゃーん、こんな感じです、ね、これ分かるよ、使い方持ってるから。こうガバッて開けて、ここにロックとかが、まあこういうのが書いてあるんですけど、ここをずらすと固っ、こんな感じでね、カチッてずらせたら使えます。
カチカチって。で収納するときはこう戻してガチンとやるとコンパクトになるよっていうねやつです。めっちゃいいよね、かわいい。続いてはこちら、じゃーん。こちらはですねフレグランスミストでございます。香水的なやつです。これはですね、これもねこのホチキス同様にいろんなねキャラクターの子がいたんですけども、クロメちゃんが一番可愛くて、このデザインというか色合いというかで、クロメちゃんを買いました。めっちゃ可愛いんですけど、ほらどういう匂いなんだろう、あれープシュってなんないんだけど、あ、来た、どういう香りかな、あ、なんか、あーいい匂いだ、なんて言うんだろう、この私めっちゃ好きだこれ。何の匂いって言ったらいいんだ。でもなんかとてつもなくいい匂いです。これはモテますつけたら、皆さんこれ絶対買った方がいいです。私はもしかしたらこれリピ買いする可能性あります。一プッシュで結構なくなるのかな。ので、これはリピ買い確定かな。はい。続いてはこちら。じゃーん。こちらはですね、2色のペン。黒と赤のペン。0.5 のボールペンでございます。これもいろんなキャラクターがありまして、まあ、その中でもクロミちゃんもめちゃめちゃ可愛かったし、シナモン君も可愛かったんですけども、今回クロミちゃんを選びました。こんな感じですね、なんか雲の上に乗っかってるクロミちゃんって感じです。で黒と赤があります。あらららららら、書きやすいわね。でこれ詰め替えもできるらしいのでずっと使えます、ラッキー。はい、続いてはこちら、じゃーん。はい、こちらはですね、ハンドタオルです。めっちゃ可愛いやつ、開けましょう。これはね一色展開でいろんなキャラクターがいます。ティーちゃんとクロミちゃんとプリンくんとポチャッコとハンギョドンとマイムロちゃん、シナモンくん、タキシードサムです。いやーかわいい。来年の高校生になった時に使うかなと思います。体育とかさ汗かいた時にね。めっちゃかわいくない？最高かよ。白なのでなるべく汚さないようにします。はい、続いてラストはこちら、じゃーん。これはねずっと気になってた商品なんだけど、 LED ライトの 3P チューリップカラフルです。光るチューリップ、インスタで見たんですけどめっちゃ可愛かったので買ってみました。こんな感じです。なんかね素材が面白い、なんか面白い質感ですね。めっちゃ可愛い。でこんな感じで繋がってて、ここで電気をつけられるって感じです。ちょっと電池持ってきます。はい、無印の電池入れてきました。はい、で光らしてみると、じゃーん。あ、カメラだと全部同じ色に見える。ちょっと待ってね、電気を見えますか。やばやばやば、同じ色に見えるよね。ちょっともうちょっと暗くする、全部すっごい見えないね。これはね分かるでしょ、ピンクに光ってます。でこれはね黄色です、黄色に光ってます。でこれが白に光ってる。ちょっとここの色が似てるんですけど、実際ねリアルで見ると全然マジで分かりやすい色が、本当に可愛いです。普通に飾っても可愛いですし、光らせても可愛いですね。ということでこんな感じでした。はい、ということで今回はサンキューマートで、欲しいものを見つけるために行って購入品紹介をしました。もうすごい久々に行ったんですけど、新作やばい、マジ可愛い。個人的にナンバーワン、今回のナンバーワンはこれでした。まあね、またね受験生っていうのもあるのでストレスもたまるので、ストレス発散としてまたサンキューマートとか爆買いとかねしたいなと思ってますので、お楽しみに待っていてください。今までもサンキューマートでねたくさん買ったりとか購入品紹介とかもしてますので、よかったら歴代の動画も見てくれると嬉しいなと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。